はい、皆様お疲れ様でございます。いつもご視聴ありがとうございます。やったぜ、1週間、終わりました。私は3連休でございます。しかも明日は雨で出かける用事がなくなったので、何時まででも寝れると思いながらいつも過ごすんですけど、いつもより目が早く覚めるっていうねなんか昔若い頃のように一回寝てしまったら何時まででも起きないっていうことはないですね。本当に早く目が覚めちゃいます。それこそ学生の頃ぐるーっと朝回って夕方の6時に起きて妹にお兄ちゃん学校よって言って時計見たら6時になってたんで、慌てて着替えて出ようとしたら家族にみんなゲラゲラ笑われて夕方の6時だったっていうねいうくらい寝れてましたが、まあなかなかね年を取っていくとそこまで寝れないっていう。ということで明日はもう睡眠チャレンジをしたいと思います。で目覚めますけど、はい、今日は誰が決めたか分かりませんが、シングル金曜日はシングルモルトの日、イエーイ、楽しみな日ですね、金曜日私にとって。でもうシングルモルトでどうしても有名どころのウイスキーばっかり飲みたくなって飲んじゃうんですけど、今日何を飲もうかっていうところで、あ、これもこないだ飲んだ、これも飲んだ、これも飲んだ、これも飲んだ、もうないかなと思って、もう奥の奥の方でキラッと光るものがありました。それはポークスです。アイリッシュウイスキーウエストコーク蒸留所と、それからイギリスのロックバンドポークスのコラボ商品ですね。たまに酒屋でこれと黒の、シングルブレンデッドと売って飲みます。確かこれ3500円ぐらいで購入したと思います。これが見えたので今日は改めてポーグスを飲んでいこうと思います。多分ほとんどの方がこれ飲まれてないんじゃないかなと思います。じゃあよいしょ。よし、30ミリ。まあアイリッシュはもともと好きなのでね、よし、3、集中。で今日は番長用に以前、銀江さんが送ってくださったウイスキーの中に番長用にこの小江戸ビールを入れていただいたので、番長はこれで乾杯をしたいと思います。ありがとうございます。小江戸のあかねという種類ですね。じゃあお次しましょう。ああもう、ああ違う違う、もうちょっとこうだ、寝かしすぎだ。冷えすぎ注意だな。よっしゃ、飲みません。はい、では皆様お疲れ様でございました。乾杯ポークス、赤ね、赤つながり、蜜感半端ね、甘い。でも前回あんまり感じなかったんですけど、新たな発見でちょっとオレンジっぽいような
フルーティーさがありますね。うん、アイリッシュウイスキーです、アイリッシュウイスキーです、アイリッシュウイスキーです。美味しい、アイリッシュ美味しい。はい、今日のお刺身はドン、モンゴイカのモンちゃんじゃなくてモンちゃんイカでございます。よいしょ。で、いつものジャンボわさび、わしゃびからのいつもの醤油、いいな。やっぱ休みの金曜日のシングルモルト、誰が決めたか分かりませんがいいですね。いただきます。うまーい、いいか。3000ちょっとだったら価値あります、シングルモルト。うん、うまい。なぜあのイギリスのロックバンドとアイルランドのウイスキーがコラボしたというと、このボーブスのボーカルの出身地がアイルランドだったそうですね。で、アイルランドのお酒とコラボという形になりました。はい、今日も今週も疲れがシングルモルトで取れました。では行きますよ。昨日も、今日も、明日も、うまーし。ごちそうさまです。美味しいです。